それでは僕の証しに入っていきたいと思います、so like、to share my 今回、証ししたいのはどんどん出会いは人を変えるということです僕は2か月前にこのチャーチに来ました2ヶ月前ですよで、本当にその2ヶ月この2か月間間、本当に今までにないぐらい充実した日々を過ごしました。 チャーチに来る前は、本当に周りの人たちを見下してばっかりで、本当に傲慢な性格でした。Uh, church, 自分に利益のないと思った人には、あんまり関わりたくないなと思ったりしてました。 とても恥じんな人生でしたね。そんなある日、僕は本当になんかガチな友達が欲しいなと思ってサークルを探し始めました。そこで僕は Twitter を使ってサークルを探し始めました。 サークルは Twitter を使って作る時代ですよ、今。みんな SNS やってますかね、so、?SNS SN でも救いは起きてます。皆さんやりましょう。So、use this. でそれでここの、この若い世代がやってる J ミックスサークルに。 見つけて行こうと思いましたで実際に行って、なんでこんなこの人たち、すごい人たちなんだろうって。でも今は分かります。神様を愛し、人々を愛しているからです。でもその時はまだみんな、チャーチのみんなだっていうことは知りませんでした。 じゃあなんで実際にチャーチに来たかって言われたらその数日後に南山大学で秋のフレッシュ満載というサークルを紹介するイベントがあったんです man,、uh, Festival in, in autumn in そこで J ・ミックスサークルのことを紹介するから来てって。 で、そこを行ってジェミックサークルのことを紹介してたのは、南山大学じゃないチャキさんでした。なんで南山にいるんだろうっていう。ですけどその、その出会いが僕を変えてくれました。そこで出会って、その日に2時間、チャキさんと。 過去のことだったり将来のことだったり話しました。チ、like, チャャキキささんんとと。とでで、すよ。そそしして、てにそここ明日、礼拝があるかからら来てみないいいうことを誘いかけられました。 We have church service you know, huh? その時、チャーチのイメージが全然わからなかったんですよね、自分が。Time, know, like, とりあえず行ってみようって思って行きました。Like, oh, should, should そ,それがチャーチに来たきっかけであり、チャーキさんとのきっかけでもあります。Church, 友人をするふりを、友人のふりをする友人もいれば、 実の兄弟よりも親しい友人がいるっていう。チ、uh, uh, 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 ャッキーさんは多分今は本当に本当に兄弟のような友人であることを信じてます。みんな似てるって言いますしね。And a lot of people で今は本当に南山でも素晴らしい仲間ができてますこれからもっと素晴らしい仲間が増えていきますそして僕はヒズコールと出会いましたそして神様と出会ったんです And I Jesus. そしてその時に今までの人生がその自分の性格がどれだけ罪なことかをそこで気づかされました And そして変わりたいなって思いました。I I しかし、今まで罪な人生を送ってきて本当に変われるのかなって思ったんです。You know, kind of time, その 今までの罪はどうなるんだっていうことを思いました。でも、許されたんです。イエスの十字架によって。これ、本当に自分にとって最高のグッドニュースでした。変われるんだって思ったんですね。でも、葛藤はあります。本当に今変わったかもしれないけど、

でも神様はそこは望んでなかったんです。神様はありのままの自分を愛してくれていました。本当に葛藤している時にイエス様は近くにいたんです。しですそして僕はイエスと共に生きる人生を歩み始めました。 そして僕はこれから神様の計画に生きていくことを決断していますさっきもドリームセンタープロジェクトがありますが僕は本当にこれ関心持ってやっていきたいなっていうか本当にここが溢れれ返る姿も僕も見たいんです 一緒にそのビジョンに向かっていきましょう vision, なんでこんなふうに僕を変えたかって言ったらたった一つの出会いなんです but, but one, one それは神様との出会いです「God」その本当にここで出会うが人を変えるっていうことに気づかされました そしてこのチャーチのみんなと出会ってさらに成長することができましたこれからは自分がイエスの弟子となっていくって決めましたイエスについていき日々人々とつながり福音を伝わるように伝えていくやっていく やっていきましょう。本当に世界にライフチェンジがあふれるように。これで僕なんかし終わります。ありがとうございます。講座に大きな拍手をお願いします。